小島のことむしゃむしゃの小島です。今日は何かというとパンパカパーン、ポチャッコ当たりくじ。これね、楽しみにしてたんですよ、ポチャッコの当たりくじ。なぜなら欲しいものがあったから。で、今回のラインナップが、一番が置き時計って言って目覚まし時計なんですよ。そうかな、目覚まし時計とは書いてないな。よく読んだら目覚まし時計とは書いてない。だけど多分目覚まし時計かなと思って、これを狙いたいと思います。その置き時計が2本も入ってるってことだから、絶対当てたいと思って行ってきました。しかし、人生は全然甘くないっていうことで、私が行った時にはもうすでに置き時計が売り切れてました。へえと思って、始まったのが土曜日なんですけど、私が行ったの日曜日で、もうすでにないの。1番の置き時計と2番のぬいぐるみがもうすでになくなってた。ガビーンと思って、どうしよう、せっかく来たのにと思ったんですけど、まだ欲しいやつはあったんで、やってきた。4回やったよ。ということで、私の欲しいの当たるかな。小島のこと、さらっとラインナップを紹介すると、1番置き時計、2番ぬいぐるみ、3番メッセンジャーバッグ、4番5番シリコンキーホルダー、6番7番マスコット、8、9ポーチ、10、11クリアファイルセット、12、13プラバスケット、14フェイスタオル、そのようなものたちになっております。しかも可愛いポイントは、このメッセンジャーバッグ、ぬいぐるみのポチャッコとお揃いなんだって。で、私が欲しいのはというと、こちらだ！フェイスタオル！これは、今夏でしょ？やっぱり汗かいたりするし、ちょっとなんかシャワー浴びた時に便利と思って、これは絶対欲しいですと思いました。あと、このなんかね、クリアポーチも可愛かった。誰かな、時計はないけど楽しみです。 GO！ はい、ということで、まず当たったのがパン、じゃん、こちら、わー、フェイスタオル、フェイスタオルが当たったよ、やった。じゃあフェイスタオルがこちらです。じゃん、かわいいね。開けましょう。なんかフェイスタオルっていうから大きさそんなに大きくないかなと思ったら、これはね結構大きめなの。そこがいいよ。わ、ちょ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 ー、わ、全然大きい。ちょっと肌寒い時はこう肩にかければね、クーラーよけにもなりますね。びっくりしちゃった、当たったの、フェイスタオルが。しかこれ、このね、大きさがなんともね、伝えたい。この大きさ。しかも爽やかな、白に水色に、黄色、ひよこが、かわいいです。ほら、これはかわいいよ。ちょっとね、お耳のところだけね、ふかふかした素材になってます。かわいいですね。使いたくなるタオル。素材がもう、吸い取りも良さそうな。これプール行った時これちょっと使ってたら可愛いよね。そういう感じのポチャッコタオルです。マント的なね。そしてちょっと背中ポチャッコみたいなね。はい、いいですね、いいですよ。もう欲しいの捕まった、欲しいの捕まえた。なんで今回これがあるのかというと、あのこの買った時にこの袋でもらったんですけど、これがね、ここにね、くっついて、全部くっついてたんですよ。で、家帰ったら、あ、なんかついてると思って、当たりのくじの券があった、ここに。はい。そして、次。まあ、タオルが手に入ったので、あとは、ポーチ当てたいなと思ってます。次に当たったのが。はい、どれだったっけな。はい、こちらでーす。じゃじゃん。
おお、見える？シリコンキーホルダーミント、こちらでございます。わっ、かわいい、爽やか。ポチャッコが自転車乗ってる、かわいい。しかもなんかいろいろつけられそうな感じの作りですね。開けてみよう。ポチャッコミント色似合うよね。あら、あら、あら、どうやって通るの？はい、こちらは、やば、これ、後ろがチョコレート色、チョコミントみたいになってる。鍵つけたり、何つけようかね。鍵だね、鍵つけたりできるキーホルダー。なんか自転車の鍵にしたくなるような感じのチャームっぽくて可愛いですね。ここで持ってるし、危ないからこういうことしない方がいい。私一回ボールチェーンをブルン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 回してたの、そしたらメントバンでピシンって入って、コンタクトレンズ、ハードレンズやってたハードレンズがパカって割れたの。だからこれハードレンズ入れてなかったら多分目失明してたかもっていう恐ろしいことがあるから、ブルンブルンしませんように皆さんしてください。はい、ポチャッコでーす。かわいいですね、柔らかい、ちょっと触りたくなる素材。そして次がじゃじゃんじゃじゃんじゃ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 ん、シリコンキーホルダーイエロー、これです。イエロー、さっきのミントの色違いかな。こちらのかわいい、こちらはこちらで爽やかでかわいいポチャッコ。え、でもね、見て、ちょっと違う。こっちは自転車から降りてるポチャッコで、こっちは自転車に乗ってちょっと駆け回ってるみたいな感じのポチャッコです。知ってましたか、ポチャッコって年代によって呼び方違うって知ってましたか。私はポチャッコって呼んでるんですけど、ポチャッコって言ってたよね、散々ポチャッコって呼んでるんですけど、若い子はポチャコって言うらしいですよ。そうだっけ、ちょっと忘れちゃったけど、だから年代によってちょっとポチャッコの呼び方違うかも、年バレる。はい、ということでシリコンキーホルダー2個、でも結構サンリオ当たりくじあるあるとしては同じの2個当たるっていうのがあるんですよね。今回はそれがこのキーホルダーとなりました。最後だよ、ポーチ当たるのかっていうやつ。さあ皆さん一緒にポーチを当たることを望んでください。さあ、じゃん、クリアファイルセットレッド、クリアファイルでした。でもクリアファイルは持ってて本当に便利だから当たって結構嬉しいやつなんですよね。ただこれクリアファイルセットって書いてあるからただのファイルじゃないかも。まあ見てみよう。それがこちら。はい、レッドっていう割にどこが、あ、ポチャッコの着てる服の色がレッドなんだ。二色展開確かあったから、ちょっと可愛いっぽいぞこれは。なんかちゃんと見てなかったけどキラキラしたの入ってる。ちょっと開けるね。はい、え、2個入り、あ、はい、あ、すごっ、え、なにこれ可愛い。まずじゃあ1個目、この大きいのはただのファイルと思いきや、こう見開きで両方に入るパターンです。なおかつ何がすごいかって、これ見てください。こうすればわかる、ちょっとシャラ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 、キラキラ入ってる。ちょっと女子受け良さそうな、ボーイッシュカジュアルなポチャッコに女子受けを入れた感じですかね。あ、これしかもこのポチャッコのお友達の、ほら、お友達のひよこが入ってるんですよ。
よく見るとちょっとなんか色がハロウィン感あるっていうね。なぜか真夏のハロウィンです。ファイル、これ使いやすいですね。やっぱなんか資料とかいろいろさあるじゃないですか。学生さんだったらなんかね、レポートとかそういうの入れるのにいいかも。そしてもう一個ついてた、これちっちゃちっちゃサイズ、こちらが、あ、これもキラキラ見れてキラキラ入ってるよ、同じ感じの。はい、そして開くとじゃん、あ、これも両サイド。このサイズのファイルね、すごい私よく使ってて、通帳入れたりとかするのにすごい便利なんですよ。あとちっちゃめのなんかハガキ折りたくない、ハガキ投函するやつとか入れとくのにいいやつ、はい、そういうことで、うわーかわいい。ちょっと柄もねとってもかわいいです。はい、こんなファイル、はい、ということで私が当たったのはタオルとキーホルダーとファイル。めちゃくちゃ使えるやつばっかだった。あと弟の奥さんがポチャッコ好きだからどれかあげよう。喜ぶかね、喜ぶよねこれは。ということでポチャッコの当たりくじはサンリオのお店で1回800円の外れなしってなってます。ただね、私が行ったお店ではもう一番の置き時計とぬいぐるみはなくなってました。で、実はもう一店舗近くのサンリオ行ったんですけど、そこでも置き時計はもうなくなってました。やっぱ初日に行かなくちゃなくなっちゃうのかな。はあ、残念。でも楽しかったからいいです。はい、ということで今日も一緒に過ごしていただきありがとうございました。チャンネル登録よろしくお願いします。よし。おお、かわいい。ファイルがね、意外性があった。ただのファイルじゃないって感じで、そういう喜びあるよね。うん。めっちゃいいじゃん、これ。運動後のタオルにね。運動しねえけど。